そんな、スネーク、スネーク。
許せない、許せないわ、こっちか。ああ、怒りが私の中に溜まっていく。怒りが私を侵食する。私を檻から出して、羽もいらない、もう怒りはいらない。さあ、怒りを放出しなさい。スネーク、こいつもスーツから出てきた。気をつけろ、そいつも君に抱きついてるぞ。すごいな、スネーク。レイヴンに勝ったのか。ドレミン。おお、戦利品まで手に入れてるな。グレネードランチャー。使い勝手のいい武器だ。だがこれも ID なしでは撃てないんじゃないのか。今回は俺がタダでロンダリングしてやるよ。その代わり用が済んだら俺に譲ってくれ。
何十年分もの怒りが込められたグレネードランチャーだ。いいコレクションになる。彼女はいくつなんだ？20歳そこそこだろう。だが彼女の体には数十年間の兵士の怒りが閉じ込められていたんだよ。兵士の？そう、アチェの兵士たちの怒りだ。ここでは何十年も紛争が続いていた。彼女は素性の知れない兵士たちに体を拘束され、家畜のような扱いを受けていた。そこにはそんな子供たちが山ほどいたんだ。匿名の暴力。そうだ、国軍か独立勢力かもわからない兵士たちの怒りを来る日も来る日もぶつけられた。浴び続けた戦場の怒りは身動きの取れない彼女たちの体内に蓄積していった。彼女たちはお互いを励まし合い、いつか助かることを望みながら残飯を食って命をつないだ。残飯食いのカラスと蔑まれて、さらなる怒りの吐け口にされながらな。兵士たちが去っていく朝、彼女たちは生きたままカラスの餌として捨てられた。まるで彫像だ。何日もかけて一人ずつ仲間の体はカラスについばまれていった。カラスの群れはとうとう彼女にも襲いかかった。だが偶然にも彼女の拘束はカラスのくちばしによって解かれたんだ。彼女の体は突如解放された。その瞬間、体中に充満していた怒りが彼女の心を壊した。彼女はまとわりつくカラスたちの体をすりつぶすと兵士たちの後を追った。そして兵士たちに追いつくと、彼女は狡猾にも夜を待ったんだ。カラスが鳴くと人が死ぬ。その光景はそんな伝承そのままだった。彼女はカラスのような声を上げながら、そこにいるすべての人間を殺して回った。兵士たち、奴隷として囚われていた民間人、もう見境がつかなくなっていた。仲間が受けた仕打ちと自分が浴びた苦痛、彼女の怒りは兵士たちが長い戦争に植え込まれた怒りへとリンクした。それが彼女の強さでもあり、そして弱点でもあった。さすがだよスネーク、あんたはそんな例文も浄化しちまったんだ。あんたは戦争の火種、いや戦争そのものだと言えるかもしれないな。ドレビン。そういうにはまだ早いか。スネーク、BB 部隊はまだ半分残っている。油断するなよ。あなたに謝ることがある。私たちと一緒に出た3台の車を取り、本物は火星を使って下流に向かっている。彼らと連絡がついたの。性質は無事よ。合流地点はこの人の河川沿い。陸路も空路もダメだけど、クルーザーが待ってる。川を使って逃げる計画。早くここから出ましょう。そいつは名案だ。来て。もう風はいらない。これで自分を偽ることもない。私がバイクを降りるのは恋をした時か。
スネーク、お願い。地下水道は川岸まで続いている。地上よりは追っ手も少ないはず。きっと悪くない。性質はどこ？もう必要ない。どこなの？あんたの船か。お前たちの動きは全てナオミが教えてくれた。おかげでこいつも手に入った。あれほど望んでいたビッグボスをついに銃を下ろせ、スネーク。もう手遅れだ。惜しかったな。やはり俺の勝ちだな、兄弟。親父が好きだった葉巻だ。どうだ？最後に吸うか？ビッグボス気取りか。さすが兄弟、お前は正しい。俺も今日でこいつとはおさらばだ。CQC なら俺の方が上だ。仮にシステムを手に入れたとしても、所詮愛国者たちの AI の一部、軍部を掌握したに過ぎない。はっ。それが何だ、兄弟。もはや全てを手に入れるのは時間の問題だ。
奴らが失ったと信じている GW。 あれは今我が軍にある。なんだと、あれは破壊したはずだ。お前たちのワームは GW を細かく切断したに過ぎない。修復は可能だ。そしてジョン・ドーのネットワークの内側に潜伏させた。この男の体が役に立った。 GW を回収するのにこの体があらゆるセキュリティをパスしてくれた。愛国者たちのシステムも所詮はただの機械だ。スプークとなってネットワーク上に存在する GW をジョン・ドーは外敵として認識できるはずはない。俺はジョン・ドーを核攻撃によって破壊し、愛国者たちのネットワークを手に入れる。そして全ての統制から解放されたヘイブンを築き上げるのだ。名もなき男を駆逐して、俺は初めて自分の名前をつける。リキッド、愛国者たちになり変わる気か。スネーク、俺たちは愛国者たちに作られた人間ではない。人間に縁取られた影なのだ。俺たちは存在してはいけない。生き、俺たちは次の世代の繁栄を阻害するシステム。作られた理由がある限り、俺たちの存在理由は愛国者たちしかない。俺はもう運命に逆らわない。ゼロを殺し、ビッグボスを殺し、自分が愛国者になる。全てをゼロに帰し、そこから生まれ変わる。俺たちが生き続ける限り光の時代はない。次の世代にバトンを渡すつもりなら、自ら死を選ぶしかない。スネーク、役者が揃ったようだ。見届けるがいい、我々の勝利を。
リキッド、そこまでよ。Here, here.
システムは塔にいただいた。銃も兵器ももはや貴様らのものではない。見よ、これがガンズ・オブ・ザ・パトリオットだ。Thank you.
返してやれ。もう必要ない。メリル、メリル、メリル、メリル。ジョニーと
呼んでくれないか。できた影、光を消さなければ影は消えない。光がある限り影を消しても意味はない。全てを正常に戻すには光を。客第一だ。仲間のところまで送ってやるよ。